凌介バレーボール TV。 こんにちは、凌介です。今回なんですけれども、 V リーガーに学ぶシリーズということで、ジャンプサーブをアップデートしようということで、ジャンプサーブの上達法と打ち方について詳しく話していきたいと思っています。今僕自身は20代でまだバリバリバレーボールしているんですけれども、僕は基本的にジャンプサーブを打っています。その時にいろいろな選手を見て学んだりとか、特にトッププレイヤーの方でいうと V リーガーの男子の選手でジャンプサーブを打っている方多いので、研究をさせていただいて、そこで学んで打っているんですけれども、その中で今回は1名の選手の打ち方を参考にしてご紹介していきたいと思います。その打ち方を僕自身最近取り入れることで、ボールのインパクトも強くなって、実際にサーブの威力も増してきました。ですので、今回その V リーグの選手を1名ご紹介しつつ、そうですね、3つご紹介していきたいと思っています。それでは早速ご紹介していきます。今回ご紹介する V リーガーの選手なんですけれども、男子のトーレアローズで活躍している鈴木裕二選手ですね。背番号は18番つけている方なんですけれども、その方も実際の試合ではジャンプサーブ打っているんですけれども、その方に今回はヒントを得てポイントを3つほどご紹介していくんですけれども、実際にね、トーレアローズのサイトをね見て、鈴木裕二選手のプロフィール欄を見てみたんですけれども、サーブが得意ということで、実際に V リーグの試合とかを見てみると、他の選手とちょっとサーブが違っていて、サービスエースを取っている場面も多々あったんですよね。僕自身も大学の頃はトーレアローズさんにお邪魔させていただいて、練習試合をした時に実際にそのジャンプサーブ打っていましたし、 V リーグの試合も僕自身生で見に行った時にもジャンプサーブを打っていて、サービスエースを取っていました。そんなとても気になる鈴木裕二選手のサーブなんですけれども、今回ぜひ見ている方もこのコツ3つをですね取り入れていただいて、ジャンプサーブの向上につなげていってほしいなと思います。それでは早速コツの方に進んでいきたいと思います。まず1つ目のコツなんですけれども、この1つ目のコツが最重要かなと思っております。その1つ目のコツなんですけれども、ボールを押すようにサーブを打つということです。基本的にジャンプサーブというのは、縦回転のかかっているトスを上げて、そのトスの回転に手が乗るようにドライブをかけてサーブを打っていくと思うんですけれども、鈴木裕二選手のサーブというのは若干ですね、ボールを押すように打ってるんですね。ですので、他の選手のサーブと比べると回転数が少ないです。分かりやすくご説明すると、ドライブサーブというよりかは無回転のフローターサーブに近いような、そんなサーブです。もちろん縦の回転はかかってるから相手コートに落ちるんですけれども、その回転数が少ないんですよね。それはなぜかというと、先ほどもお伝えしたように、ボールを押すようにフローターサーブのようにサーブを打っているということなんですね。ですので、サーブを打つときに完全に巻いて打っているというよりかは、ボールを押すように打ちながら最後手首を若干倒すといった感じなんですね。僕自身はそのように打つことによって、一般的なドライブのかかったサーブではなくて、若干押し気味になっているジャンプサーブを打つことができています。ですので、完全にボールを巻くという感じではなくて、少しですね、ボールを押すようにジャンプサーブを打ってみてください。僕自身も普段そのように心がけをしていて、サーブを打つことによってインパクトの強さが増して、力強いサーブを打つことができています。先ほどご説明したように、完全なドライブサーブという感じではなくて、若干の無回転サーブに近いようなジャンプサーブということをご説明したんですけれども、もう一つの特徴として、一瞬で押してサーブを打ちに行くので、手首がボールに対して押し負けるということがなくなって、普段のジャンプサーブより力強いジャンプサーブを打つことができるようになるんですね。普段のジャンプサーブというのは、若干でも手首が反ってしまうと、それだけボールに対して力が負けてしまってサーブを打つような形になってしまうんですけれども、このボールを押すようにジャンプサーブを打つという打ち方は、一瞬でボールをコントロールしに行くので、強いサーブを打つことができます。ぜひですね、ジャンプサーブでも手首を完全に振るという感じではなくて、フローターサーブのように押すような感じで最後クッと手首を曲げるという風な打ち方でサーブを打ってみてください。この無回転サーブ気味のジャンプサーブの打ち方は、実際に鈴木裕二選手の最後のインパクトの部分を見てみると、押して打ってるんですよね。押して打つことによって、サーブを受ける側も無回転気味のサーブで、しかも
ジャンプフローターサーブよりも速いスピードで自分のところに来ますので、とても取りにくいサーブの種類になってくるんですね。ですので普段のジャンプサーブの打ち方ではなくて、最後手首を曲げるときに押すようなジャンプサーブの打ち方を実際にやってみてください。そして2つ目のコツなんですけれども、トスを高く上げるということです。Vリーガーの選手を見てみると、一般的なジャンプサーブのトスよりも高めのトスを上げている選手が多いんですね。今回ご紹介している鈴木雄二選手もその中の一人だと思うんですけれども、一般的なジャンプサーブのトスよりも高く上げることによって、ダイナミックなフォームからジャンプサーブを打つことができたりとか、それだけ高いところからボールが落ちてきますので、重力によって引っ張られたボールの力を利用して力強いジャンプサーブを打つことができます。もちろんこのトスの高さは人それぞれで好みはあると思うんですけれども、トスを高く上げることによって力強いサーブを打てることは確かです。実際に打ってみると分かると思うんですけれども、インパクトが強く力強いサーブを打つことができるんですね。ぜひこれも一つポイントですので、やってみてほしいなと思います。このジャンプサーブのトスはかなり重要なんですね。このトスが安定することによって自分に全くストレスがなく気持ちいいジャンプサーブを打つことができます。逆を言うと、トスが乱れてしまえばそれだけジャンプサーブを打つときに負担がかかってきますので、力強いサーブを打つというのが難しくなってきます。実際にジャンプサーブを打つときにかぶって打ってしまったりとか、ポイントがずれてるところでサーブを打ってしまうと、先ほどご紹介した押すようにジャンプサーブを打つということも難しくなってきてしまいます。ぜひまずサーブの一つ目の動作として、トスをまずは最重要として丁寧に上げることをおすすめします。そして最後3つ目のコツなんですけれども、トスを上げるときに腕をセットしたところからまっすぐ腕を上に上げるということです。これも人それぞれでトスの上げ方は違ってくると思うんですけれども、この腕をしっかりとセットしたところからまっすぐ上げるという上げ方をすることで、トスがかなり安定するんですよね。もちろんジャンプサーブを打つときに流れるような動作でトスを上げる人もいるんですけれども、このしっかりと腕をセットした状態からトスを上げていくやり方は、とてもトスが安定しやすくなってくると思います。このジャンプサーブのトスは V リーガーの選手でもとても大事、とても大事というぐらいサーブにおいて重要な動作の一つです。もちろん腕を振るようなトスの上げ方もいいんですけれども、今回おすすめするトスの上げ方として、腕をしっかりとセットした状態からトスを上げに行くといったやり方をぜひやってみてください。
ですね、ポイントを3つご紹介してきました。おさらいすると、1つ目がボールを押すように打つということでしたね。2つ目がトスを高く上げるということでした。そして3つ目がトスを上げるときに腕をセットしてからまっすぐ腕を上に上げるということでした。今回おすすめするポイントは3つなんですけれども、ぜひですね、僕自身もいろんな方から刺激を受けてアップデートしていきたいなと思っていますので、ぜひこれを見ている方も自分のジャンプサーブの参考にしていただいて、実際の試合ではサーブポイントを何本も取ったりとか、相手のレシーブを実際に崩すようなサーブを打ってみてほしいなと思います。ということで今回の動画は以上になるんですけれども、最後に一つお知らせをさせてください。今ですね、涼介バレーボールスクールということで、バレーボールに関するアドバイスだったりお悩み相談を受け付けています。概要欄に涼介バレーボールスクールの公式サイトを貼っているんですけれども、ぜひそちらの方に詳しく記載されてありますので、そちらを見ていただけると嬉しいです。ということで今回の動画は以上になります。ぜひチャンネル登録評価よろしくお願いします。ということで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。